YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。音楽クリエイターの池上です。はい、今日はですね、またお茶の水に来ています。ちょっと裏路地なので、全くお茶の水感がないんですけど、今日はですね、セミアコを買いに行きたいと思います。もうだいたいね、これを買おうっていうのはもう決まってるので、これから楽器屋さんに行って、最後の試奏をして購入をしたいと思います。では、行ってきます。はい、ギターを買ってきました。こちらですね。ういはい、まあ、ケースに入ってるんでね、中は見えないんですけれども、セミアコを買いました。いや、僕が今まで買った楽器の中で一番高いですね。今セミアコ箱の買うのが今回初めてなんで、相場が分かんないんですけど、やっぱりもしかしたらソリッドよりかは全体的に高めかもしれないですね。安いのもあるけど、結構やっぱりそこそこのものを買うってなると、やっぱソリッドよりかは、まあ、10万20万ぐらい高いのが割とボーダーというかね、ラインなのかなという感じがしてます。はい、まあでもね、無事に買えてよかったです。箱物ね、一個持ってなかったんで、初めての箱物になります。で、この後、ちょっとそのまま、どっかスタジオに入れたら入って、ちょっと音を出してみたいなと思います。では。はい。まだお茶の水ですが、全然お茶の水っぽくない。ちょっとね、試奏してるところも動画撮ろうかなって思ったんですけど、ちょっとガチ悩みしてたんで、ちょっとなんか、撮影させてくださいとかっていう交渉する雰囲気じゃなかったんで、今回はね、ちょっとやめました。遠慮しました。はい、こちらがですね、今回買ったギターです。うわ、いいですね、新しいギターはね。はい、結構スリムなケースですね。ちょっとこれを見てください。ここにですね、僕が買ったギターの名前が書いてあるんですけど、サドウォーキーになってますね。僕がサドウォーキーを買ってしまったみたいです。いや、本当岡田インターナショナルさんね、これね、本当ちょっとちゃんとしてほしいですね、これはね。オープン。うわー、かっこいい。めちゃめちゃやっぱ色いいな。てか、なんかお店で見た時よりもかっこよくなってる気がする。いいですね。はい。裏面もね、いい感じです。いや、これちょっとめちゃめちゃかっこいいな。高級感が半端ない。はい。ちゃんとサドウスキーになってますね。はい、ここサドウォーキーだったらちょっとね、やばいですね。サドウスキーの楽器は、僕はこれ2個目で、1個目はベースですね。結構サドウスキーってベースが有名な、割と有名なメーカーだと思うんですけど、僕が唯一持ってるベースがサドウスキーのベースですね。それもね、めちゃくちゃ良かったんですけど、この楽器もね、めちゃくちゃいいんですよ。なんか倒したりしそうでちょっと怖いっすね。え？切れた。嘘。え？切れた。弦が切れた。マジ？ちょっと待って。替えあるかな。スタジオなんでね、一個だけ購入しました。まさか一弦が切れるとは思っていなかったのでね、これね、危ないのが、切れた弦をグッと引っ張るときに、このボディにね、グッてね、傷がついたりするときがあるんで、ここはね、ちょっと最後まで慎重に切れた弦を抜くのはちょっと要注意ですね。ちょっと一弦が張り立てなんで、ち
とまたね、弾いてるうちにちょっとピッチが狂うかもしれないけど、とりあえず EQ5 全部5にして、ブライト数値なしで、太いし、ちゃんとなんて言うんだろう、あの 圧がある感じしますね。あれですね、あの弱く弾いた時にもただ弱い音じゃなくて、ちゃんと存在感がある太い音で、あの雰囲気がちゃんとこうソフトな、なんか雰囲気がちゃんとソフトな感じで出てくれる感じ。ではないけど、歪ましてもまあまあ使えそうな雰囲気ありますね。やっぱりこのクリーンの、なんだろう、このなんかコンプ感がすでにあるし、柔らかいけどちゃんとアタックもあるというか、芯もあるというか、いう感じがしますね。結構その小ぶりなんですよね。あの厚さもどうだろう、セミアコにしてはこんなもんなのかな、結構薄いような気がするし、あと大きさが普通結構セミアコってここら辺が出っ張ってるイメージとか、まあここら辺がもっと出っ張ってるイメージがあるんですけど、これはね、なんかね、すごいコンパクトでね、めちゃくちゃ弾きやすいですね。あのソリッドギター普段弾いてる人でも全然違和感なく、あの弾けると思います、これだったら。